成太郎の海賊ラジオ。ちょっと立ち話。始まりました。成太郎が電話します。今気になっている方に電話を繋いでお話を伺っております。今回埼玉県阿武市から、えー、皆さんあの編みぐるみという言葉。 聞いたことありますか悪巧みじゃありませんよ。あみぐるみです。私はね、何度か海賊狂いや17ラジアンのお便りにその言葉があって聞いたことあるんですよ。そこでね、あみぐるみスト、手芸作家の角田勝利さんに今電話つないでお話を伺おうと思っております。角田さん、はじめまして、聖太郎です。はじめまして、角田と言います。この… 編みぐるみというと、どのような手芸のジャンルになるんですか、はい、大きく言うと、編み<え>物ですね、編み<え>物で<え>あの動物とかキャラクターとかですね、はいでまあ、分かりやすく言うと、縫、まあ、いぐるみを想像していただくと分かりやすいと思うんですけども、縫、はい、いぐるみの編み物バージョンですね、縫<う>いぐるみの縫いの部分が編みになったっていうふうに思っていただくとなるほど分かりやすいんじゃないかなと。はい ーこれ角田さんが始めようと思ったきっかけっていうのは、はい どういうところからだったんですかこれがですね、正直あの、あんまりはっきりしたことがないんですけども。なんとなく始まっちゃっちょうどですね、うん、何か新しいことを始めようかなと思った時があって、その時にですね、うんうん、まあ、あその、いくつかその、作るものですね。はい、まあ陶芸だったりとか。はいはいはい。あとはあの、羊毛フェルトみたいなとか、うん、いろいろあると思うんですけども、で、たまたま編み物 始めて、うん、編み物をやってみようと思ったんで時はその編みぐるみの存在を知らなかったんですよね。でたまたま編み物をやって初めにそのこうしたってあるじゃないですか、はい、コップの下に。えー、あれを一回編んでみて、うん、で他に何か編もうかなと思っていろいろと調べてたらその編みぐるみの存在を知って始めたっていう感じですね。 それで今やもうアミグルミストになったわけですよね。そうですねはい。でもそういういらっしゃる作家さんの中でもね、はい角田さんはなんかスペシャルな作品作ってるっていうふうにうちのスタッフから聞いたんですけれども。あ,ありがとうございます。で、瀬戸さん、これですよ角田さんの作品はっていうんで、写真見せていただいたんですけれども、はい。一円玉よりも小さい動物ですね。 動物のぬいぐるみですよね、はい、編みぐるみですよね。一、はい、円台より小さいものを作ってるんですか。そうですね。だいたいですね。小さいなどと五ミリ。五ミリ。わかりやすく言うと、あの五円玉の穴に穴ありますよね。ええ。あれに収まる、そのテディーベアみたいなのを編んだりとかもしてますね。あのー、性格細かい人ですか、はい。性格はですね。細かい。 と思われていると思います思われていると思うでもそうじゃないのかい細かいですあ細かい細かいです少し五円玉のあの小さな穴に収まるねはいテディベアってあまりにも可愛いすぎませんか可愛い,いと思いますねはい可愛い,いですよね可愛い,いですねはいしかし <laughs> どうして小さいのを作ることになっていったんですか。やっぱりですね、その、僕の性格もあるんですけども。はい。あの、他の人と同じことをやっても、あまり面白くないっていうのが。ああ、わかるな。とてもわかる。ありました。<laughs> あのね、いや、そ、も,ものをこう想像するって、作り上げる。ええ、新しく物事を作り上げる想像ね、はい、クリエイティブな。はい、そういう方って、基本的にそういう人多いですよね。そうなん。で、そのたまたま、その当時のインスタグラムとかで。えええっと、小さ。い の編んんでででる人人もがいたすよねその時見たのが爪の大きさぐらいでその当時は全然無理だろうなって思いながらまあでもせっかくだからやってみようかなと思ってでちょっと試しにその小さいのをですね編み始めたらどん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 小さくなってって五円玉になったっていう感じですね。玉玉のの穴穴ねこれから作ってみたい 動物は何ですかでも大体編みえるものは編んできて、うんええ、だからこれからはですねそのどっちかっていうと編みぐるみを使って何かをやってみたいのがあるんですよねその今コマ撮りアニメとかも作って YouTube とかに上げたりとかもしてるんですけどもアニメですか<構>あそれを今度は作ってるんですかそうですね今<ー>、まあ、短いのはもういろいろと作って昔にそのだから今も YouTube に,にや,っ、ね、えやってるんですかてやっますね私も見なきゃいけ,いけないじゃないですか ありがとうございますそうだそうだそうするとこの編みぐるみで角田さんが生み出したこのキャラクターをね今ものすごく映像技術も進んでいるから、はい、彼ら彼女たちを動かしてね一つの編みぐるみ 劇場みたいのもやるのができますよねテレビででやってみたいですね、はい、テレビはすぐにやってくれないんだったらも YouTube でいくらでも発信できますもんね。ね涙の麒麟物語とかね。そうですね私は百獣の王と呼ばれるのはつらいんだ。ライオンの悲しみとかね。あいいですねタイトルだけすぐ決まるんですけど。はい、なんかそういうのでこれ動かしたこれは彼ら彼女たちも喜ぶと思いますよ。命引き込まれたようでね。そうですねはい でもこういう話、今、この YouTube を見ていて、いやー、私もやってみたいなと思う方が多分出てくると思うんですけれども、はい、何かこういう道に、趣味でも何でもいいんですけれども、進もうと思っている方は、どうしたらいいですか、はい、楽しんでやるっていう、その義務感みたいになっちゃうと、多分続かないと思うので、はい、楽しんで、どんどんやるっていうことだと思うんですよねまくなりたい、楽しんでね、うまくなりたいと思って、はい はい、でももっとって思ったときに、例えば、角田さんにちょっと話を聞いてみたいななんていう、そ,あそういうようなものはないんですかねちょうど僕はですね、えっと、個人的に教えたりもしているので。あ、教えてんですかはい。えー、どこで教えてんですかあちょうど、あの、アゲオ、埼玉県上ゲ市です、ね。はい,はい、はい。えっと、僕の自宅というか、そこで教えたりとか、あとはし、しとしてもやったりもしてますね。じゃあ、角田さんを、えー、調べて、いろんなところから、 この世界に興味を持ったことは、アミグルミストになる道に入っていってもいいかもしれませんね、はい、去年から今年にかけては、コロナ、コロナ、コロナでね、いろいろともう、はいえー、気分もうつうつとしてくるんですけれども、時間の使い方、はい、いろいろありますから、こういう機会に自分の新たな趣味の世界を見つけるのも一興かなと思いまして、えー、今日は角田さんにお電話して、楽しい話を伺いましたありがとうございました。ありがとう こちらこそありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。